中心になってくるのが3年生の2人のピッチャーです。新潟大会終了後に甲子園での意気込みを聞いてきました。新潟大会で好投した層の厚い投手陣の中で吉野監督が特に期待する2人がいます。まずはもう宮田がしっかりゲームを作る、であと田中はまあいつでも行ける準備をしておく。エースナンバーを背負う宮田瑠斗と新潟大会全6試合で登板した田中拓郎です。2人の継投が夏の初優勝への大きな原動力となりました。やっぱ自分の後にもう田中がいるっていう安心感があったんで、やっぱ自分の仕事は全うできたなと思います。宮田の後はもう自分が最後まで投げ切ろうと思って、もうどんなに長くても投げろと思って投げました。先発を務めるのはエースの宮田。一番の武器は夏の準決勝で更新した最速141キロのストレートです。やっぱり本当に気持ちで圧倒するっていうか、自分の気持ちを前面に出してバッターを戦うところだと思います。そして宮田の後を受けるのは田中拓郎。最速138キロのストレートに加え、スライダー、カットボールなど緩急を使ったピッチングが持ち味です。どんなにピンチでももう無表情でとにかくストライク取っていくっていうのを意識してます。緊張はするんですけど、でもそこは意識してやってます。気持ちを前面に出す宮田とポーカーフェイスの田中、2人の大黒柱がチームの甲子園初勝利へと導きます。やっぱ県大会と同じように自分がゲームを作って、でまあ、あとは全部田中に任せて、まず令和初の新潟県の1勝をしたいなと思います。先はもう宮田に任せて、あとは自分がどんなにピンチでも抑えて絶対に勝ちたいと思います。